こんにちは、リリナナです。今日はベーシックコットンをこの間セールで買ったんですけども、それでどんな色を買っていますかっていうお話をいただいたので、私が今回色番何番を買ったかの紹介をしていきたいと思います。今回は 10袋、ベーシックコットンは5玉で1つになっているので10個買いました。で、色番がこれは1つ使っちゃってるんですけども、ベーシックコットンの色番1番白っぽい糸をまずは買いました。で、あとは色番の2番、これは何色だったかな、ミルクティーっぽいような、何だったっけな、色番2番のもの、あとは色番3番、ちょっと今回は茶系が多かったです。で、あとは色番が5番、これがミルクティーだったかな。で、今度は色番が7番、で、今度はカラーの水色っぽい糸ですね、色番が10番、あとはこれも結構3玉使っちゃったんですけども、色番が11番の紺ですね。紺はすごく使います。あとは色番12番の黄色っぽい糸、これも大好きで、この糸でこの色か、黄色い色でクマちゃんを作るのがすごく好きで、よく黄色いクマちゃんを作ってます。で、これは赤っぽい糸で色番が17番を買いました。で、今回は10バッグっていうか10個買ったんですけども、よくベーシックコットンがお店にないんですけどどこで手に入りますかとか、よくコメントをしていただいたりするんですけども、ベーシックコットンは多分お店では売っていなくって、楽天のケイトピエロさんというネット通販ですねで買えます。で、基本私はあまりネットで毛糸とかを買わないんですけども、ベーシックコットンだけは買っています。あとはコットンニート S も昔買ったんですけども、あんまり使っていないのでベーシックコットンだけいつもセールの時に買わせていただいてます。で、なんていうのかな、色味がベーシックコットンの方がちょっと落ち着いてるというか、黄色とかもわかると思うんですけど、ちょっとくすんだ色っていう感じのカラーになってます。なので色味がすごく大好きで、で、糸もすごくしっかりしてるので私は結構使っています。で、編みぐるみとかでベーシックコットンを使うことが多いんですけども、アクリル毛糸とベーシックコットン、どちらで編みぐるみを作るのがおすすめですかとかって聞かれるんですけども、ベーシックコットンは細いんですよね、糸が。かぎ針が4号から6号違う、棒針がで、かぎ針は2号から4号となっているので細めの糸になっています。なので
編みぐるみをあまり作った時がない方とか、初めて編みぐるみを作ろうかなっていう方は、細い糸で作るとちょっと大変かもしれないですね。手とか足とか細い部分、小さい部分はちょっと難しいかなと思うので、全然アクリル毛糸でもいいと思うし、アクリル毛糸じゃなくても太い糸、自分のお気に入りの糸で編みぐるみなど作ってみるのもいいと思います。で、一つ作ればコツもわかるし、だんだん細い糸にしていったりとか、あとはこれはベーシックコットンは結構かっちりできるので、ふわっと柔らかい感じが良ければ毛糸とかでもいいように感じます。で、ベーシックコットンの場合だとやっぱり糸が細いから、その分小さめのものになったりとか、あとアクリル毛糸でちょっと太めの糸だと大きい編みぐるみ、例えばクマちゃんだったら大きめのクマちゃんになったり、その分綿も結構使ったりとか、あとは目の方が刺し目がなかなか手に入らなくて、大きい目だとなのでボタン目になってしまったりとかっていうのもあるんですけども、でもやっぱり糸によって全然表情も違ったりとか、手触りも違うし、いろんな糸で編んでみるのもいいと思います。だけどやっぱりベーシックコットンだと細いから、これでバッグを作るってなると結構大変かもしれない。たくさん糸を使ったりとか、硬いから疲れちゃうとかもあるし、今ちょっと私は手首が少し痛いかなっていう感じなので、あんまりベーシックコットンとか硬めの糸で編み物をずっと続けてるとちょっと手首が痛くなってしまうので、最近はお休み中になってしまっています。で、私はいつもベーシックコットンも他にもいろんなカラーがあるんですけども、もっとピンクだったりとか、あとは何色だったっけな、紫とかターコイズっぽい色とかもいろいろあるんですけど、私は結構いろいろ買ってきて、で、いつも使う色とか必ず残ってしまう色っていうのがだんだん見えてきて、で、あんまりカラー、ピンカラーっていうかピンクとか紫とかはそこまで使わないので、いつも残ってしまうので、今回はよく使うこの色を選びました。で、昔よりもだんだん色も増えてきているので、もし気になる方は、よくたまにねセールをやってる時があって、で、だいぶ安い時があります。これ一玉 30g で55メートルなんですけども、値段を言っていいんだかわかんないけど、一玉100円ショップさんと変わらないぐらいになる時があります。でも5個セットだから、プラス5個みたいな値段になる時があるんですけども、結構安い時、セールになってる時を狙って買ったりとか、あとは最近だとよく皆さんがケイトピエロさんでセールやってるよって教えていただいたりとか、前にインスタの方に上げた時もケイトピエロさんでセールになってるっていうのをインスタで上げた時も、それも YouTube でだったかな、 YouTube で見ていただいてる方に教えていただいて、で、買わなくちゃと思って買いました。なので結構皆さん情報が早いなと思って、
で結構人気の色はすぐなくなっちゃったりするので、セールが始まったら、であんまりっていうか在庫がないような状態の時は送料無料になるまで、最低10袋ぐらいはいつも買ってます。でいつもお家に在庫がある、ストックがある状態にしています。でもし気になる方は、今セールやってるかどうかわからないけど、セールの時を狙って買うのもいいと思います。でも何回か動画でも言ってるんですけども、一つで買えないのがちょっと残念なんですよね。やっぱり一つ買って、試してよかったらもっと買おうかなってなると思うんですけども、5個セットだから必ず同じ色が5個、これで一つになってしまうので、使いにくいってなった時はちょっと困っちゃいますよね。で結構皆さんベーシックコットン編みやすいとか、好きっていう方もたくさんいらっしゃるし、 YouTube とかでも結構紹介されてる方もたくさんいるんですけども、でもみんながみんなやっぱり使いやすいわけじゃないし、やっぱり好みは人それぞれだと思うので、私はすごく大好きな糸なんですけども、必ずこれが編みやすいっていうわけでもないし、それはやっぱり個人差があると思うので、できればあれですよね、一つ手に取って編みやすければ解体したいって思うと思うんですけども、5個セットで買わなくちゃいけないのがちょっと残念なところですよね。でも安い時に無難なカラーを試すのもいいような気がする。ちょっと茶色っぽい色だったりとか、何かに使えそうなやつとかを一つ買って試しに、でそうすれば夏だって使えるし、と巾着だったら巾着の底にしてもいいと思うし、もしどうしようかなって思ってる方は、使えそうな色でセールの時を狙って購入するのがいいと思います。では今回はベーシックコットンで私がよく買う色とか、今回買ってみたカラーを紹介しました。参考になればと思います。では見ていただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。リリナナでした。